小賀線は、秋田県秋田市にある、大岩駅と秋田県小賀市にある、小賀駅を結ぶ、東日本旅客鉄道の鉄道路線である。大宇本線が秋田駅大岩駅間を含む、秋田駅小賀駅間には、小賀生ハゲラインの愛称が付けられている。小賀半島の南側を日本海に沿って走る。海側からの強風等に備え、沿線には、防風林が整備されている箇所が多い。 羽根立駅からは、小川温泉号方面、小川駅からは、門前方面へ、秋田中央交通の路線バスが発着している。全線秋田支社の管轄である。普通列車のみで1日15往復運行されている。約1時間間隔運転であるものの、日中時間帯は2時間近く間隔が開く、時間帯がある。かつては一部の列車に、船内運転があったが、 現在は全列車が大宇本線秋田駅まで直通する。全列車でワンマン運転を行っている。2021年3月13日のダイヤ改正以降、すべての列車が秋田総合車両センター、南秋田センター所属の蓄電池電車 e v 8 0 1、K、アカムにより運行されている。e v 8 0 1系は2017年3月4日の ダイヤ改正から運用を開始した。2020年12月18日には JR 東日本秋田支社から本系列の追加投入が発表され、上件2021年3月13日のダイヤ改正で在来のキハ40系列をすべて置き換えた。また、同改正をもって連結車両数に関係なく全列車でワンマン運転を開始し、 従来の先頭車両での車内生産型から都市型ワンマンへと変更している。なお、小賀線はもとより、秋田県内の在来線ではスイカなどの交通系、IC カードでの運賃生産は一切行われていないが、2023年春以降を、メドに導入予定。EVE801 系導入以前は同じく、秋田総合車両センター。 南秋田センター所属のキハ40系列により運行されており、車外扉横付近には生ハゲのイラストが描かれていたが、これは EVE801 系にも踏襲されている。1994年7月19日までは DD51 系ディーゼル機関車牽引による客車列車も運行されていた。廃止された貨物専業区間を行く。 貨物列車秋田と小賀半島の船川を結ぶため、京弁鉄道法を巡用して建設された路線である。1913年から1916年にかけて、船川京弁線として全通した。1922年、船川線に改称。1937年には、貨物線が船川港へ延長された。1968年には、沿線の観光振興のため、 船川駅を小賀駅に改称、鮮明も小賀線と改められている。1980年頃まで季節列車である上野八着の夜行急行、小賀が小賀線に乗り入れ、秋田小賀間を普通列車、後に快速列車として運転されていたこともあったが、客車列車のため加減速性能が低く、また列車交換のための待ち合わせを要するなどの理由により、 小川北間を1時間4分の1時間19分、用紙、機動車による各駅停車の普通列車より遅かった。1987年の国鉄分割民営化後も、沿線で算出される石油を輸送する貨物列車が運転されていたが、2001年3月30日に廃止された。便宜上、全列車が直通する大宇本線秋田駅、追い分け駅間を含む、 小賀生ハゲラインの愛称区間である、秋田駅小賀駅間について記載。なお、大宇本線内の貨物駅は省略。2019年度の時点で、JR 東日本自社による乗車人員集計の対象駅は、秋田駅、土崎駅、追分駅、二田駅、船越駅、小賀駅である。それ以外の駅は完全な無人駅のため、集計対象から外されている。 ありがとうございます。